ジーナが拾います。カットして渡辺龍馬から松木が戻って入れます。松木左足ナイスキーパー、冷静になります。上り坂は浮きました。ここに松木ですか、はい、スルーした北奥の回収しようというところ、中盤のボール争奪、奥のよく止めています。ただ阿部優斗折り返して上野清武、いいディフェンスを見せました。松木玖生、松木玖生、さあこれはラインを割りましたか、ありました。藤井パスをして森島、内ライン、ここは松木のディフェンス、どうか、白井のパス交換、白井、ここは松木のディフェンス、宮市、宮市カットイン、左足、ここで期待を受けます。バンドで起こりましたけど、ジャンプ対戦するかもしれません。高い位置で奪って松木だ、松木来る、高岡が蹴ったボール、小池龍太です。うまく前に持ち出したんですが、松木が止めて、ドンダが渡辺龍馬も粘りました。今の松木の反応は早いですね。松木が追いました。割ってなかったんで、うん、ですね。さあではない立場からスタート、ただそこからレギュラーを必ず獲得するのが長友でした。まあ、この札幌はねやっぱりプレッシャーがあってもしっかりつなげ、リーグ戦前節名古屋戦ではそのヘディングでゴールをしました。松木出ました、長澤、中谷失います、外に広げて小野瀬、小野瀬が入れた、彼らが外に持っていったボールですが、ああ長友奪い返した、松木来る、松木打った、よく弾きました。一森川マツキクリュー、さあもう随分と分かってきた、もうこれはチャンスの中、マツキクリュー、マツキ、マツキのシュート、ついに出ました、初ゴール、マツキクリューの初ゴールです。ともに J1 初ゴールの1対1。